私の禊に付き合う形で信長様に挑むなど。おっと、勘違いすんなよ勝家。俺たちはもともとおっさんをぶっ倒すつもりだったんだ。まあ先に立ち合わせてやるくらいはしてやってもいい。それだけだ。政宗様、魔王の信条、本能寺より火の手が。どうやら先客がいるみたいだぜ。参る。私はようやくこの時を迎えられましたねえ信長公。くせ者が！こっちか！さあ、難しいな。あの日も私は火攻めを試みた。だが今はあの人は違う。夜なべ済んだならば鶴瓶のごとく落ちるがいい。旗を目に焼き付けよ。それも物たる身の務めず。こぼれ落ちゆく無数の命より、これぞ私たちだ。ゆえそうは思いません、信長公。使えぬものらよ。敵は我が目の前にあり。おい、この門扉を命と思えよ。なぜあなたがここにいるのです。睦秀様、あなた様もまた望まれたのか。大様、私のこれとあなたのそれを一緒にしないでください。睦秀勝家、揃いも揃ってうつけたものもの。これはおっさん狩りは早い者勝ちだな。分かっている。ここまで来て譲れはしない。セクナヨシマト、お前には政村様も俺もいる。様に敵はない。それが不幸の始まりなのかもな。信長様がもし四階へ赴くとおっしゃったら、その時は様に出せよ。敵襲！敵襲！
て続けに真に去られた。その胸中はいかばかりか。なんでよりによって明智殿なのだ。信長様をお支えできる数少ない方のはずが。弱気になるな。失礼しよう。主を信じるのだ。さまよらせんよ。になったのはそれが先の先があろう。ご安心くだされ。我らの優位は揺るぎませぬ。情けないな。こうして走っているだけでも震えがにじみ出てくる。それが生きてるってことだ。恥じる必要はねえさ。貴様もまた天魔王の種を志すか。さあ、さあ、出せよ。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 認められたくば言わずともしていい。やつの疲れ衰えるはずだ。その兆しを見逃すな。変わらん。王様は恐れ恐怖こそが信長様の象徴なり。どこに置いてでも悲願の傾きこれあるのみぞ。あの猛回転を突き通せぬ。なんという攻守の壁を。あなたは今の私を見てどう思われるだろうか。あの日のような失望だけはもう見たくない。このひとときに水をいらせぬよう、よろしく頼みます。ははは己が仕組んだよりか。勇猛が効いて呆れるわ。行ってきな、勝家。魔の傀儡を否み、竜の傀儡となり果てたか。いや、魔王。私は勝家だ。誰が認めずとも私は柴田勝家だ。幾年越しの誓願であるか。よい、許す。もはや私はあなたの配下ではない。絶対無二の王に挑む。
ただ一人の男だ。なぜ、どうして遮られねばならないのです。その目に飛ばす、あとわずかです。私は私になれるのに。運がなかったな。いや、これもあんたへの罰か。今この時に何を求める。目に灯す芋か、眩しい音か。もはやそれらを求める気はない。ただ一つ君の希望が欲しい。行け勝家、お前の光を手にしてみせろ。悪五郎ならざる道に安寧あると思うてか。安らげずともいい。この身で歩める世界であれば、ひとたび生を受け滅せぬもののあるべきか。残るはものよ、その身ひとつ。抜かせ横人が。泣かずして、雲井にあるか山ほとといす。知るにはしても大魔が王よ。私を信じ任せてほしい。ただ生き残れと命じてくれればそれでいい。その目に灯す光、生と死、それ以外が。おのれ、紛れもなく制され、しかして制されざる者、貴様であったか。かつい、私は勝てたのか。信長様を超えたのか。ああ、お前の勝ちだ勝家。お前は切り開いた。自分の力で目を見開けたんだ。私は先を手に入れたんだな。ああ、そういうことだ。 Here we go! 帰るぜ、勝家。時を超えて繁栄を極めるのであった。